クルート武器。エイリアングッズの店です。武器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 。クローク欲しい。武器ねえか。クロークと、クルー。どっち優先かな？両方ともクから始まる。あったと、まずこれか。21、買い占め。で、まあ、クローク買っちゃうっていうのもありだよな。まあ、この辺はいらないし、クルー、うわー、欲しい。アキさん欲しい。売り物がない。アルテミス売っちゃう？いやー、乗り込まれなきゃいいんだろとか言うと乗り込まれるんだよな。クロークじゃねえの、まずは。よし、移動しよう。そこ行って出口だな。クローク、これせっかくあんのによく忘れんだよな。 C ボタンだっけ。反乱軍の無人偵察艇が一隻このビーコンを操作している。あなたは近くの月の影に隠れようとしたが、船は気づいて攻撃を開始した。これ今クロークしちゃえばハッキングドローンって外れんのかな。ちょっとやってみようか。で、お、外れたっぽいぞ。あ、来た。あ、来るんかい。で、シールドがなくなっちゃってるんだけど、こっちの方が武装が早く溜まるので、フラッグ。武装を壊さないとやばい。撃った。これ撃つ。アルテミス撃っちゃえ。武器を壊さないと。よし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 。イオン砲が残ってるんだったらいい。ひたすらここ。いいぞいいぞ。さすがに。シールド壊さなきゃダメか。クローク溜まってる。もし撃たれたらクローク倒した。いや、やっぱなんか鉄くず増えてきた気がする。燃料もくれた。よし、では移動だ。こっち行って出口だな。ギリギリだけど、なるべく遠回り。さあ来た。万全の備えがあってなお、海賊たちはこの中域のゾルタンの居住地へ嫌がらせを始めていた。そうした遺跡があなたの船を見つけ襲いかかってきた。どういうこと？ドローンがいる。戦闘、これビームドローンか。対戦闘出して、ゾルタンだからまず撃ちまくる。アルテミスってゾルタンレーザー弾かれるんだよね。まあ弾いっぱいあるし撃っちゃえ。まずシールド壊した。フラッグここ。あとはこっちとこっち。武装壊す。やられた。いいぞ。ちょっと鉄くず少ないよね。だけど燃料があるんだよね。認めない。どうなるかな。燃料が減って鉄くずが倍増。これはこれでありでしょう。大丈夫ね。俺また今クローク忘れてなかった？クローク忘れる。これは間に合うよな。救難信号行ってから出口。多分ギリギリ追いつかれないと思う。となると、リアクターとドローン上げとけば両方出せるっていう方にようにしとこうか。これとこれ。あ、ドローン上げる人なかった。バッカやっちゃった。こっち上げる人なかった。リアクターだけでよかった。やってしまった。しょうがない。急な信号へ。宇宙を漂う一隻の難民船に遭遇した。反乱軍の侵攻を逃れてきたが、燃料が底をついてしまったように見える。数字を入れる。これもなんかね、成功した記憶がない。はい。罠か。
あなたが難民船に連絡を入れると、一隻のゾルタン船が突然整形内へ飛び込んできた。この難民たちは、あ、難民自体がそうなんだ。へえ、わかりました。はい、ビームドローンがいるので出します。あ、フラッグじゃないこれと、これバースト、あ、なんか俺と似たような装備持ってるね。まず一回これ壊さないと始まらない。フラッグって防衛ドローンで落とせるのかな。あ、いや、クローク使えよ俺。撃たれたらクローク、クローク。で、まずシールドを壊すべし。こう撃ってきた。あ、3枚なら。で、バースト撃って、シールドがいいぞいいぞ。ヘビーレーザー溜まってない。溜まった。どこ撃とう。あ、撃っちゃった。まあいいか。あれ、なんか星マークついてない？気絶とかかな。あ、落としたわ。 OK です。あ、難民船もくれた。かなり鉄くずが集まってきたんで、もう一回ショップ行ってクルーが一人欲しいとこだね。シールド4枚目って絶対いるのかな。これはアウト？アウトかな。アウトだね。行くしかないよね。アウト。ワープがある。これ何？あ、これがあれじゃない、クローンベイってやつだから、倒しても出てくるってこと。これ乗り込んできて、やられたクルーがここからまたニョコッと出てくるわけでしょ。それやだな。シールド3枚か。全部撃つわ。ここに来た。あー、マンティスいねえんだ。そういえば、どうなってる？倒せそう。で、いいか、まず普通に撃ってます。撃ってます撃ってます。アルテミスまたシールドに撃つ。バーストレーザーも撃つ。壊した。で、次から武器を壊す。フラッグはシールド、アルテミスいいよ。いいんじゃない、いいんじゃない。倒した。そっか、これだったな、忘れたわ。では次のセクターだね、これ行きましょう。演示中行くしかない。鉄くず結構あるからな。またショップ来て、園児中継とやってきた。マンティスが園児の主席を脅かしているが、旅を続けるための物資は補充できるはずだ。では回復しよう。アルチョム、アルチョムっていう名前の人間もいた気がするんだけどな。回復。では、お、なんか綺麗さっぱりな。そこ、ワープした先では珍しく重装備のエンジン艦が一隻の小さな海賊船を破壊していた。ついでテレポーターの信号を検知し、デッキに侵入者が。どっちだ、海賊船の方？海賊船が落とされたからこっちに来たのか、それともこのエンジン艦、重装備のエンジン艦が俺のことを海賊だと思ったのか、どっち？あ、ちゃんとストーリー続くのね。テレポートしてきたのは黒焦げになった軍服姿の若きマンティスだった。エンジから守ってくれたらこの船で働くと必死に訴えている。エンジの方もすでにテレポーターの信号を検知し、捕虜との交換による取引を望んでいるようだ。いや、これは守ってあげます。クルーが増える。エンジ艦でしょベス。はい、は、何それ、ドローン多すぎない？え、何これ、
これって対戦闘ドローンってやつか、防衛ドローン、対戦闘ドローンと防衛ドローン、はぁ、なんだこれすごいな、エンジン感。まあ、でも攻撃性能はないわけでしょ、あれ。特にやることなくね。だから普通にアルテミス撃って、落とされんのか。これドローン壊した方がいいのかな。まずでもシールドだよね。まあ落とされるだろうけど、ひたすら撃つしかない。向こうの攻撃手段はイオンビームとパイクビームかな、これしかないから、多分抜けないでしょ向こうは。つか黒く使えよ俺。アルテミスいいか、多分ここずっと撃ったら勝てるわ。武器いくか。あ、バーストレーザーはシールドのことがあるからこっち狙って、ヘビーレーザーだけ武器狙うとか。お、防衛ドローン落とした。フラッグ当たらねえけど連射性能かなりあるね。いいねいいねいいね。時間かかるけど多分普通に勝てるわ。クローク使うまでもねえぜ、忘れてただけだけどな。あ、でもあれか、結局こっちクローク使うと向こうのチャージも遅くなるから、耐えられるにしても使っちゃった方がいいのか。まあ、事故が減るよね、当たり前か。勝てえな、ずっとここでいいか。全部シールド、クローク、当たらねえ。今雑にやってるけど、これ今後はさ、ちゃんとまた揃えないとダメってことだよね、打つタイミングを。ちょっと練習しようぜ。全部貯めて、まずフラッグ打って、外すんかい全部。またフラッグ打って、外すんかい。フラッグ打ちます、打つ、ファーストレーザー、ヘビーでとどめ、あっていうのを覚えないとね。あとはミサイルぼちぼちあるから、またアルテミス撃てよっていう話だ。なんだかんだでイオン食らってたな。よし、治った、行きます、ショップ行きたい。そこ204だって。これシールドいけそうだな。あ、これパルサーだね。近くにパルサーを検知した瞬間、センサーが暴走しだした。あなたが FTL ドライブの再調整を試みる間、一隻の海賊船が臨戦態勢で忍び寄ってくる。まあ普通の武装だな、いいだろう。まず撃たれて避けたところか、あ、なんか何これ、ガトリングガンみたいのついてるよ。これなぎ払いでしょ、実弾と。これやばそうじゃない、なんか防衛出しとこう。でアルテミス撃っちゃおう。撃たれた。防衛が落としてくれる。なんか今ビームを一発撃っただけ、それは避けられるでしょ。はい、なんだ、イオンファー撃たれる前に武装を撃ち込んじゃおう、すべて。うっつ、なんだっけ、何されるんだっけ。医療ベイト、シールドがやばいです。シールドが1枚しかない。武器壊そう。はい、逃げる気だ。燃料くれるから許してあげよう。俺もここで戦いたくない。あー怖い、あー怖い。これ治ってから行かないと
ワープ先でイオンダメージ残ったままになるんだよね。シールドが、やべ、来る、これ早くない？はい、食らう前に行っちゃおう。ここかな。今食らった？食らってないよね。さあ来た。スキャンの結果、近くに巨大な小惑星体が見つかった。短距離スキャナーで有用な資源を探してみよう。巨大な小惑星体の背後に一隻の海賊船が潜んでいた。いや、まあでもシンプルなやつらだね。クルーも少ないわ。それで海賊船を名乗ろうだなんて。シールド0倍、これデブリやばい。ちょっと最初のデブリ落としてくれた。危な。ワープ復活、ワープじゃない、シールド復活で武器が溜まったので、アルテミス撃って、フラッグ撃って、外した。シールドが0枚。バストレザー、ヘビレザーもそこ、ワッシャー。あー、シールドか。クローク、武装溜まった。まずはアルテミス、そしてフラッグ。よし、来た。これはどうしよう、燃料もらっとく、もらっとくか。よし、許そう、行っちゃおうかな。では移動します。ドローンも結構パーツあるね。なんとかなりそう。うわー、どうしよう。ショップ、おっと、付近のステーションに支援を求めると、友好的なプログラマーがドローンの設計図を送ってきた。ただただくれた。そんなこともあるんだね。あ、これで最悪対戦闘をやめることもできるな。どっちがいいんだろうな。なんとも言えない。ラスボスのさ、あの第二形態のドローンがたくさんいる時ってこれすごい使えるんじゃない？売らないで取っとこうか。それまでこれで。よし、行こう。300シールドいっとく。180と70、250か。ちょっと武器にも回してえな。コスパの高いこれあげとくか。いや、クロークあるからいいか。40まであげたいね。そうしよう。1個あげると、もう1個あげてクローク時に完全回避にしよう、とりあえず。 OK、 まあこれはこれで OK で。ショップ出ねえな。小型のプラットフォームが1機ビーコン付近の軌道上を回っている。ある種の補給ステーションらしく、さまざまな周波数や言語を使って良心的な価格であることを喧伝している。いや、宣伝、もう毎回俺喧伝って読んじゃうけど。ドッキングしてこれ罠の可能性だよね。でも無視して何も起きないのも寂しいよね。寂しいってなんだって感じだけど、ドッキングする。めちゃくちゃ安くないそれ。お買い得すぎないこれ。はい。あ、普通に買えた。めちゃくちゃ安かったわ。出口ここ。ぐるっと回ってショップを探そう。反乱軍の戦闘艇。特殊な武装はなし。行くぞ。ドローン、防衛にしとけばよかったかもね。でもビーム系だ。まあ普通にいけるでしょ。実弾と、あ、それ来た。壊せるかな。で、たまった、実弾来た。避けよう。クローク。で、アルテミス撃って、フラッグ撃って、バーストも撃っちゃって、
最後にヘビーレーザーを武器に撃つと。倒した。直してます。マンティスやばい。実弾、武器がまだ全然壊れてないのか。出しとく。いや次もう一回クロック多分間に合うだろう。撃って、えっちょっとどこどこ、はい逃がさで実弾来ちゃった。これ今押してももうダメだよね、さすがに。クロークに当たりそうで、フラッグとバソレザ、はい海賊からメッセージが飛んできた。許そう。ドローンもらえるのはそれはそれでまたありがたいかもね。なんかミサイルばっか見ててさ、ドローンの残りの数はあまり意識してなかったよ。OK では移動します。急な信号。救難信号はとある無人惑星軌道上に浮かぶ小型宇宙ステーションから発せられていた。エンジがいますので、私システムを止めてあげますよ。こっちでしょ、クロークよりこっちでしょ。クロークミスったことあるからエンジに任せておけば安心だよ。ほら安心だ。 OK。 おお、また鉄くずがすごい手に入った。そろそろさ、ショップあるね。これどうしたもんかね。両方回っとく。何でも買えるもんね今これ。燃料もあるし、両方回ってすごい武器見つけたら買おう。来た、お前の鉄くず我々のもの、我々の武器お前のもの。さあ予備電源ハッキングが使える。任意のシステムを狙い、その区画のドアを封鎖した上で一時的に無力化や妨害を与える。発射にはドローンパーツが必要。ハッキングドローンってやつか。妨害時間4秒、予備電源、テレポーター、いやーいいかな。クルー1体。ここら辺はちょっと使い方がまだ分かんないんで、今回のプレイではシンプル気味にいきます。兵器かエンジン、兵器かエンジン、いや両方ともプロがいるわ。プロいるんで、まあ普通のやつでいいわ。修理速度上昇、ジルかジャスティン、まあ、最近バイオ3やってるからジルでいこう。君はジルバレンタインだ。であと燃料はいっか、これ買わなくていいし、ドローン足りるでしょ。よして、君はどこがいい。 O2 いっとく。クロークか、いや O2 か、これでいいか。よし、ではまた戻ってショップだ。何もない。ではショップ、ショップ行ったらもう出口行かないとまずいよな。さあ武器、ナイス武器をくれ。エンジのショップだ、絶対いいの売ってるって。洗脳システム、ぐるぐるだ、洗脳か。そうか、ぐるぐる洗脳か。ハルスマッシャーレーザー、イオンボム、ページ2。これ今さら、ちょっと今さらだよね。あ、でも今後の戦闘が楽になるか。とりあえず出しときゃいいんだもんね。これ買っとこう、一個。クルーは買えない。あとは、いるこれ。必要動力3。今の武器で、フラッグをバーストレーザー2に変えるとか、それぐらいだよね、やれるとしたら。
戦隊レーザーは動力が3使う。3発撃つシステム不在区画へ2倍のダメージ。2倍のダメージっていうのがある代わりにバーストレーザーと似たような感じか。チャージ時間も伸びちゃうし、動力も1多いのか。いるかこれ。ヘビーレーザーをこれに変えようと思ったら2つ上げないといけないんだよ、これを。あ、もう上限か。あ、きついな。変えるとしたら2のやつだな。動力2のやつ。1個上げるだけで済ましたい。14砲。だったらアルテミスでよくないこれ、今のところ。ミサイル十分あるから多分アルテミスで十分でしょ。イオンボム。あ、イオンダメージ高いねこれ。チャージがすげえ長い。いや、いらねえだろこれは。ドローンの回収アームが変えただけでよしとしよう。燃料とかもいらないので行きます。では出口。結局こうなんのか。だったらこっち行ってからの方がいいか。どうせもう制圧されてるから。あ、これになっちゃうとやばいんだっけ。さらにやばいんだっけ。これは来てるけどまだ砲撃されないのか。こっちになると砲撃されちゃうのか。よし、出口行こう。多分まだ砲撃されないはず。先回りされておりました。ワープがあるな。来るか。来るね。で、両方出していい。あ、どうしよう。下げて出す。武装すごくない君たち。これでいいか。エンジは行く意味ねえな。行くか。これで撃たれてる。まだいけるでしょ。クローク、クローククロークします。でまずアルテミス、フラッグ外した。フラッグ撃ってる。バーストレーザー、結局ここか。当たった。同じだな、この繰り返しだな今のところ。ドローンが撃たれた。転送爆弾撃たれた。アルテミス撃っちゃう。フラッグ撃っちゃう。転送爆弾どこだ。ここだ。武器やられた。あ、しかも電源入れてないじゃんこれ。回復ちょっとこれやんないとまずいよな。撃たれた。クロークスルー。そこに来た。そこ移動で君直してくれ。でそこ行って O2 やられた。倒してくれ。でフラッグとバストがずっと溜まってたわ。こっち壊そう。撃てる。こうか。また逃げてった。まず直してもらわないと。うっつ。バンバン撃っちゃってくれ。よしよし、これで倒せそう。これ多分また来るな。爆弾そこか。倒した。うわー、ドキッとしたわ。つか逃げれよかったんじゃないのっていうね。さて次のセクターへ行くところなんですけども、いい時間なんで今回はここまでにいたしましょうか。反乱軍地域かマンティス地域、どっちがいいんだろうな。それはまた次回考えましょう。また次回。それではまた。